京王ライナーとは、京王電鉄が2018年2月22日より運行している有料座席指定列車である。列車種別名も兼ねている。京王では初の座席指定列車であり、長距離区間の利用者の着席ニーズに対応する列車として、平日と休日の夜間に京王線新宿駅発京王八王子駅業及び橋本駅業として朝方は、 京王八王子駅及び、橋本駅発京王線新宿業として運行される。京王電鉄で初めて、クロスシートとロングシートの転換機構を備えた五線、軽電車が専用で使用され、京王ライナー運行時には、クロスシートとなる。遠近分離を図るために、特急停車駅の明大前駅と調布駅は通過する。五線系は、地下鉄直通に対応しているものの、 都営地下鉄新宿線に乗り入れる KO ライナーは設定されていない。2017年に4から5月にかけて座席指定列車の愛称投票が行われ、候補に挙げられた KO ライナー、KO スマートライナー、KO プライムライナー、ラックスプレス、ウェストルのうち、 最多得票約6300票を獲得した k 王ライナーが選ばれ、翌2018年1月24日に発表された。この k 王ライナーとは、k 王電鉄の新サービスをシンプルに表現したものとされる。なお、k 王ライナーの運行開始に伴い、関東大手施設の中で運賃とは別に料金が必要な列車を運行していない鉄道事業者は、 相模鉄道のみとなった。下り列車は、京王線新宿駅停車中、車端部のドアのみ開かれる2020年10月30日改正のダイヤでは、下り列車は平日は16時40分、と休日は16時20分から京王八王事業と橋本港を、それぞれ1時間に1本ずつ、最大15本運行する。上り列車は、平日朝に、 京王八王子発を5本、橋本発を4本、休日朝に京王八王子発と橋本発をそれぞれ1本運行する。京王ライナー座席指定券乗車には座席指定券が必要で座席指定券の料金は一律410円である。購入せずに乗車した場合は車内料金として700円を徴収されまた着席できない可能性がある。下り列車は 府中駅、京王長山駅以外の各駅から乗車する場合は、座席指定券が不要となり、空席があれば着席ができる。上り列車は、全区間で座席指定券が必要で、京王線新宿駅以外の途中停車駅では、降車できない。座席指定券は発売専用ウェブサイト、京王チケットレスサービスで乗車日の7日前7時から購入できるほか、京王ライナー停車駅に、 設置の専用券売機で乗車日当日に購入できる。KO パスポートカードクレジット会員は、KO チケットレスサービスでの優先予約サービスや、購入額の1%分の KO グループ共通ポイントを加算、同月内に4席購入ごとに100ポイントを、プレゼント、KO グループ共通ポイントでの決済可能などの特典がある。二千十九年二月十一日の発車分まで、 京王チケットレスサービスは乗車日の当日にしか購入ができなかった。京王チケットレスサービスの場合は、発車15分前まで座席の選択が可能であり、発車5分前まで豪車と座席タイプの選択や乗車変更、払い戻しが可能。また京王線新宿改札外の専用券売機では豪車の選択が可能である。京王ライナー使用時の車内5000系が使用される。 KO ライナー運行時の想定員は438席で、座席はクロスシートになり、車内の照明が落ち着いた暖色に変わるほか、全席に電源コンセントが完備される。座席は転換が可能だが、その際には肘掛け後部にあるレバーを引くことで転換できる。車端部のロングシートには優先席の標識が掲載されているが、座席指定権が不要となる区間においても、 優先席としての取り扱いは行わない。臨時運用では通常では座席指定性列車を運転していない高尾線や動物園線でもそれが設定される。マウント高尾ゴーは高尾山の混雑が激しくなる時期に運行される多客リ臨時列車である。京王線新宿駅から高尾山口駅の区間で運行され途中客扱いのための停車はない。 座席指定料金は、京王ライナーと同額の410円であり、チケットレスサービスと通常の京王ライナー停車駅の、他に、高尾線内の特急停車駅で販売される。高尾山ハイキング号と冬の高尾山ハイキング号は、高尾山山頂からダイヤモンド富士が見える時期に、運行される、座席指定制の臨時列車である。京王線新宿駅から高尾山口駅の区間で、 運行され、途中客扱いのための停車はない。2018年12月22日から12月24日までの期間で運行された。本校では、芸春号運転開始以前の向かい光号についても記載する。慶応ライナーゲュ春号とは、高尾山の初詣で、初日の出の時期である1月1日に運行される、多客キリン自列車である。 京王ライナーの臨時列車の扱いであり、定期の京王ライナーと同様、乗車には座席指定券が必要であり、座席指定料金は定期の京王ライナーと同額の410円である。また、定期の京王ライナーと同様、チケットレスサービスと駅の専用券売機で販売される。停車駅は定期列車と同様で、府中から先は特急停車駅であり、 下り列車の府中意延は座席指定券が不要となる。向井光号は1968年から2018年まで運転されてきた新宿駅及び都営新宿線、元八畑駅発の急行、特急列車であった。読売ランド夜桜ジュエルミネーションの最終日である2019年4月7日に、京王線新宿駅から橋本駅まで臨時列車が運行され、 京王よみうりランド駅に臨時停車した。キッズパーク玉堂、ゴートは玉動物公園駅もよりの3施設のイベント開催に伴い運行された臨時列車である。新宿駅から玉動物公園駅の区間で運行され、途中客扱いのための停車はない。2019年5月の大型連休中は5月1日を除き97号として運転された。高尾さん ビアマウントのイベント開催に伴い運行された臨時列車である。KO ライナーの臨時列車の扱いであり、定期の KO ライナーと同様、乗車には座席指定券が必要であり、座席指定料金は定期の KO ライナーと同額の410円である。KO ライナー自サビズ号とは、東京都が推進する自作通勤の集中取り組み期間に合わせ運行される臨時列車である。 京王ライナーの臨時列車の扱いであり、定期の京王ライナーと同様、乗車には座席指定券が必要であり、座席指定料金は定期の京王ライナーと同額の410円である。ありがとうございます。